こんにちは、ムツゴロウです。ナナちゃん、よしよし、これからですね、昨日の下切りスズメの続きをね、読みましょうね。いいですか。スズメのお宿はどこじゃいな。じいさまは杖をついて山の奥へ奥へと入っていきます。やがて大きな竹やぶに入ると立派な家が見えてきました。ちゅんからちゅん、スズメやスズメ、スズメのお宿はどこじゃいな。じいさまの声を聞きつけてスズメが家から飛び出してきました。ちゅんちゅん、まあおじいさん、よく来てくださいました。ちゅん。おお、スズメよ、さぞ痛かったろう、許しておくれ。私はもう大丈夫です。ちゅん。さあゆっくりしていってくださいな。ちゅん。スズメたちの可愛らしい踊りを見ながら、じいさまはお腹いっぱいごちそうになりました。じいさまが帰ろうとすると、スズメたちはやっこらしょやっこらしょと大きなつづらと小さなつづらを持ってきました。お土産にお好きな方のつづらをお持ちくださいな。ちょん。でもお家に着くまでは決して中を見てはいけませんよ。わしは年寄りじゃから小さな方をもらっていくわい。じいさまが家に戻って小さなつづらの蓋を開けると、なんとまあ大判小判がザックザク。じいさまから話を聞いたばあさまは宝がもっと欲しくなりました。私はわしが行って大きなつづらをもらってくる。スズメのお宿はどこじゃいな。ばあさまの声を聞きつけてスズメが出てきました。ちゅん、まあおばあさん、よくいらしてくださいました。ゆっくりしていってください。ばあさまはごちそうをかっこむと、なんぞ土産はないかいなと言いました。スズメたちはやっこらしょやっこらしょと大きなつづらと小さなつづらを持ってきました。ちゅん、お土産にお好きな方のつづらをお持ちくださいな。でもお家に着くまでは決して中を見てはいけませんよ。ちゅん。わしは年を取っていても力があるから大きな方をもらっていくわい。でも大きいつづらは大層重かったので、ばあさまはくたびれてしまいました。重いのはお宝がたくさん入っているに違いないと思うと、ばあさまは我慢できなくなりました。そしてそっと蓋を開けて中を覗きました。途端出てきたのは化け物ばかり、大ガマガエルに大蛇に一つ目小僧にシャレ神戸。ひゃー、腰を抜かしたばあさまは這いながらやっとこさ家に戻りました。それからというもの、ばあさまはあまり欲を張らなくなったとさ。おしまい。あれ、ナナさん、眉毛生えましたよ。眉毛どうしちゃったんですか。見てくれてありがとうございました。よし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 。